接種予約完了と書かれた用紙を手に持つ八王子市に住むこちらの男性。今月ワクチン接種ができる数少ない高齢者の一人です。そんなに少ない数しかないのかというのが想定外だったですけどね。ずっとこう恐怖で1年間過ごしてきましたんでね、少しでもやっぱりこういったことで和らげられるんだったらいいかなと。明日から始まる65歳以上を対象にしたワクチン接種を前に、今日千葉市では接種に向けたシミュレーションが行われました。東京都では世田谷区と八王子市から開始されますが、世田谷区が高齢者施設から始める一方、八王子市は施設には市民以外も入所しているという理由から先着順の予約制。市内の高齢者およそ16万人に対して今回接種できるのは1950回分。予約を受け付けたところ82人に1人という狭き門に希望者が殺到。電話は開始から90分、インターネットはわずか30分ほどで上限に達したといいます。朝9時からということだったんで、もうその前5分ぐらい前からパソコンの前に待機してて、同時に電話も用意してて、9時になってすぐかけたらもうすぐただいま電話組み合ってますっていうようなことだったんで、じゃあネットでということでやってたら、まあ 4,5 回やったらできたって感じでしたね。男性の1回目の接種は14日。しかし市は次のワクチンがいつ届くか決まっておらず、2回目の接種は未定だといいます。やっぱり待ちに待ったワクチンであって、初回がそういう状況だと、まあたまたま予約できたからいいですけど、まあ、できなかったらすごく焦りというかね、一体本当に受けられるんだろうかっていう不安を駆り立てるような気がしましたけどね。